援部隊はすでにそちらに向かった。防御ラインを突破して GW のサーバールームを目指せ。
ヘイブンは毎時33ノットで太平洋を南へ向かい潜航中。本艦はヘイブンに毎時ごとおよそ2回りずつ引き離されている。もっと急げないのかい。残念ながら今の彼女にはこれが限界なの。リキッドの標的はデブリに偽装した米軍自衛星ジョン・ドヘイブンはレールガンをジョン・ドーに向けるために必ず浮上する。ジョン・ドーの軌道が分かるか。ヘイブンの浮上ポイントも予測できる。楕円同期軌道を描いているジョン・ドーが最接近するのは出た。15時間と6分12秒。うん、そう。15時間後のベーリング海峡から494海里離れた洋上の上空、ヘイブはそれを狙ってその海域で戦意保持するはず。そこまで近づかないと撃てないの？レックスのレールガンが打ち出す核弾頭の加害範囲はせいぜい半径300メートル。相手は秒速10キロで移動中の衛星だ。可能な限り近づかないと精度が得られないだろう。